こんにちは。では、開発エンジンの続きを作りたいと思います。でした。次は、クランクボックスのところまでできたので、フィットザバルブストゥーザローワーシリンダーヘッズ、フィットスシリンダーヘッドクランクトゥーイーチオブザローワーシリンダーヘッズ、シリンダーヘッドを作ろうと思います。これかな、これとこれと、多分これ。まずカチン、難しい。
し。ハマったけどなんか無理やりな感じが。合ってる？わかんない。とりあえずもう一個。硬い。これでシリンダーヘッドをメイクする。Should be fitting to cylinder head. Cylinder head? わかんないけど、一応できました。そして、あのヘッドってこと？シリンダーのヘッド。次はRemove the 16 bulb steams 8 Intel bulbs and 8
バルブのアップダウンがスムーズになるように、スティームス、とりあえず
1,2,3,4,5,6,7,8 怖いからまず8個これに ネジが超逃げまネジじゃないやバネよくわかんないけどピヨヨンってやつ。なんか超熱中しちゃう。なんか分かった。これでピストンを押すんですね。完成。マジで、ね、バネ超飛ぶ。
ピヨンピヨネーズ完成。うん、間違えた。切っちゃった。やばい、プラモデルが向いてない。なんだかさ、バルブヘッド、バルブヘッド、シリンダーヘッドできました。もう一個。バネって本当に跳ねるんですね。衝撃。
超必死です。あ、バネ、止めるやつ。ネジ、バネ、あ、飛んだ。黒ひげ危機一髪的なやつですね。後ろをこうやって固定しないと飛んじゃいます。恐るべしバネ、いやバネが、これでシリンダーヘッド完成。今日も黙々作りました。こんな不思議な構造になってるんですね。じゃん、多分これでネジでシリンダーを出す、そういう作戦だと思います。そして恐怖なのがバネが一本余ってます。全部ついてるのに。こういう機械物で一番謎な余り、予備だと信じて、続きはまた今度。バイバーイ。